エンテロバクタークロアカとは、エンテロバクター属の新生細菌の一種である。その病原性から臨床上重要である。エンテロバクタークロアカは、グラム陰性で、通性検気性の肝菌であり、収毛性で、周便毛を持つ。細胞の大きさは0.3から0.6,0.8から2.0マイクロメートル。pH4 から10までの広い範囲で生育が可能である。摂氏30度で、 寒天培地または、V4 培地が、あるいは、摂氏35度で、トリプチケースソイ V4 培地が適切な、生育条件である。各種試験の判定基準は、以下の通りである。エンテロバクタークロアカの生、科学的正常は、同族の良い,いアスボーリと非常に近似している。遺伝子ではなく生化学反応や、表現型による、同定方法は、判別不能か、誤認定する。 エンテロバクタークロアカは1890年にジョーダンによって最初に発見され、バシラスクロアーカと名付けられた。その後、学名と分類学上の位置は多くの変遷を経ることになる。1896年にバクテリウムクロアーカ、1919年にクロアーカクロアーカ、1923年にエロバクタークロアーカ、1958年にエロバクタークロアーカ、 と再命名された。そして、現在の学名であるエンテロバクタクロアーカとなったのは1960年であった。グラム陰性であることが示す通り、エンテロバクタクロアーカは、外膜と内膜の二つの細胞膜を持つ。外膜上には内毒素のリポ多糖があり、これはリピド A と糖差からなる。リピド A は、サイトカインの放出を誘導し、サイトカインは毒素を、 体組織や血流に流入させ、敗血症を誘発する恐れがある。また、エンテロバクタークロアカは、ベータ、ガラクトシダーゼ、アルギニン化水分解酵素、オルニチン脱炭酸酵素を産生する。リジン脱炭酸酵素、硫化水素、ウレアーゼ、トリプトファン脱アーミン酵素、インドールは産生しない。嫌気条件では細胞を維持するために、アセレン酸をセレン元素に還元できる。 この還元反応には、電子共有体であるメナキノンが必要である。メナキノンがアセレン酸を還元すると、プロトンの移動が生じ、無酸素状態でも細胞をゆっくり増殖させることを可能にする。有毒なクロム酸に対して、後期条件で耐性を持つ。耐性株サイズ -25 株は 400mgL のクロム酸に対して、 細胞の大きさを1マイクロメートルほど増加させ、クロム酸が細胞内に侵入することを防ぐ。アデニル酸シュクラーゼを産生する。この酵素の突然変異は、キュウリの根に定着する、細胞数を減少させる。エンテロバクタークロアカは、中温性であり、最適性育温度は、摂氏37度である。陸上及び、水圏環境において普遍的に存在する。人及び、 動物一般において、腸内の菌層に見られる、共生微生物であり、植物や昆虫において、重要な病原菌である。多様な生息環境は、遺伝形質の多様性を反映している。エンテロバクタークロアカのタイプ種は、エ t ティーク49,162と、エ t ティーク13,047である。後者の株は、アシュクロアカのタイプ種でもあり、最初に、 エンテロバクタークロアカとして、完全なゲノム配列の解読がなされた株でもある。このゲノム配列には単一の環状染,染色体と二つの、環状プラスミドペクル A と、ペクル B がある。この他、エンテロバクタークロアカのゲノム配列として、ジェンバンク登録番号 CP002272、CP002886、FP929040 及び、 アグージーレ,レレレレレレレが報告されている。また、クロアーカアーシュ PR-4 マイナス株の完全なゲノム配列と同アシュレ8サ1株のドラフト配列も明らかになっている。その他、有益で学術的に興味深い禁種を下記に示す。エンテロバクタークロアカは大多数の人にとって正常な腸内細菌であり、通常は病原菌にならない。 エンテロバクタークロアカのバイオセーフティーレベルは日本とアメリカで1、カナダで2である。ただし、免疫不全の場合、尿路感染症に関連したり、気道感染症の原因となったりする。その場合において、セフェッピムとゲンタマイシンでの治療効果が報告されている。エンテロバクタークロアカの感染症は、他のエンテロバクター族の中では最も致死率が高い。人に対して、 人内感染菌ともなりえ、菌血症のほか、心内膜炎、肺血症性関節炎、骨髄炎、目感染症の原因となる。また、感染対象には下気道や尿路、腹腔内、皮膚、軟部組織がある。特に皮膚と胃腸は、エンテロバクタークロアカに最も接触する部位である。静脈注射用器具、外科器具、手術用洗液など医療用器具を汚染することが多い。 血液凝固を防止する目的で使用されるヘパリンナトリウム溶液を汚染することもある。若年者や高齢者といった免疫が弱い年齢層に感染、影響しやすく、集中治療室での入院の長期化につながる。実際、この細菌は ICU での長期入院患者から主に分離され、集中治療室での院内感染の原因菌として3番目に発生件数が多い。 感染経路は、皮膚、胃腸管、尿路からの感染、あるいは交差感染が知られている。これらの感染源は、医療従事者の種子、内視鏡、血液製剤、全皮形抗栄養溶液、アルブミン、および超診器や、透析や軽食道的エコーズ検査用プローブ、などの医療機器である可能性がある。一般に、ICU での病原体は、罹患率や、 死亡率の増加における大きな要因である。エンテロバクタークロアカの場合、多剤耐性を持つため感染の制御は単純ではない。特に新生児において最も一般的に見出される院内感染菌の一つであり、感染の集団発生の事例がいくつか報告されている。1998年に、 新生児の集中治療室で9名の死亡。2003年には全身感染の症例が42例発生し、死亡率34%の事態となった。エンテロバクタークロアカは汚染された静脈注射用の液体、非蛍光管前栄養液及び医療器具を通じて新生児に伝達されることがある。医療従事者を介した交差感染の記録もあり、医療従事者や 入院患者が他人への感染源ともなり得る。やけど治療の現場において、エンテロバクタークロアカの感染症の発生が確認されている。流行は患者のやけどがツリード熱症であること、やけど治療専門の医療施設に流行していることと関連している。エンテロバクタークロアカは医療施設の設備に生息しているためである。 1977年と1979年に2回の感染流行を経験したやけど病棟を調査した、ヨゼフラの報告によると、エンテロバクタークロアカは2回目の流行の際、1回目にはなかったトブラマイシンやアミカシン、小三銀への耐性を有していた。また、プラスミドの量が異なっていた。エンテロバクタークロアカを食菌されたネズミは、無菌状態のネズミと比べて、 同じ食事条件でもよりひどく肥満となる。エンテロバクタークロアカなど腸内細菌と肥満との因果関係が示唆される。現在、エンテロバクタークロアカに対して最も有効な抗生物質はアミノグリコシド系である。セフォタキシムやセファペラゾンが現在よく用いられている。クラス C ベータラクタマーゼのセファロスポリナーゼの酸性遺伝子を染色体に有する。 この遺伝子は微生物にベータラクタム系抗生物質への耐性を与える。ベータラクタマーゼはインビトロで検出することができず、感染症の治療を困難にする要因となる。2004年、従来知られているものとは別の染色体ウェアンプック、型ベータラクタマーゼ遺伝子が発見された。この新遺伝子は、 クレブシエラナモニのプラスミドユライミアマイナス1型ベータラクタマーゼ遺伝子と配列類似性が高くプラスミドを介してエンテロバクタークロアカが獲得したことが示唆される。また、この細菌はフルオロキノロン類に対する耐性も持つ。エンテロバクタークロアカ以外のエンテロバクター属の多くも同様の多剤耐性を有する。エンテロバクタークロアカへはエクアール遺伝子の 部分配列及びアクラ遺伝子とアクブ遺伝子の完全配列を有しており、薬剤の耐性に利用している。アクラは膜有合タンパク質であり、多剤等異物の排出ポンプである。アクブは内膜貫通型のトランスポーターであり、こちらも多剤の排出を行う。A カール遺伝子はアクラ遺伝子のリプレッサーとして採用する。アクラブ遺伝子の発現は転写制御因子のラマ。 遺伝子によって制御されており、この遺伝子の制御が、チゲサイクリンに対する感受性の低下に関与する。エンテロバクタークロアカの薬剤耐性株は、牛肉、食肉加工工場、医療施設からも検出される。2007年の調査で単理された禁止からは、アンプック、アンプド及びアンプレ遺伝子が見出された。アンプック遺伝子は、 ベータ・ラクタム系抗生物質にアンプレ遺伝子はアンピシリンやセファロジン、アモキシシリンに対する耐性を与える。また、アンプックは農場や加工工場でのベータ・ラクタマーゼ遺伝子の拡散に寄与する。エンテロバクター・クロアカをバイオリアクターによる爆発物の生分解に利用することが研究されている。また、農作物の害虫や植物病原菌への 生物的防除に利用できる。エンテロバクタークロアカは、水溶性で有毒なアセレン酸を不溶性で無害なセレン元素に変換することができる。アセレン酸はその水溶性により、生物に容易に取り込まれ、生体蓄積される。セレン化合物による水質汚染は、石油の利用によって引き起こされている。また、エンテロバクタークロアカがグルコースを電子共与体として利用したとき、 環境中の酸化セレンの79%を除去する。いくつかのケースでは、水での高濃度の酸化セレンが高等生物の肺の、気形、水鳥の死の原因であることが確認されている。ありがとうございます。